さあ、ということで、ちょっと遅れて申し訳ないんですが、公式さんから情報が来てますね。新キャラ、無課金キャラの、GT 悟空が追加されるということで、自身が場に出てる時に敵がカバーチェンジすると、気力回復、敵の手札を2枚吐きなどの効果が発動。メインアビでは体力 50% 回復し、結果カウントに応じて余ダメージを最大 70% アップということで、まあ、露骨な GT 強化始まってますね。これ、まあ、11月にももうなってるんで、おそらく今月末、レジェンズフェスティバルで何かしらの GT キャラクターが、ま、さすがに来るんじゃないかなって感じは、はい、かなり匂わせられてますね。うん。で、これ、敵がカバーチェンジすると敵の手札2枚吐きってあんま意味ない気がするんですけど、自分が殴ってる番なのにね。これちょっとあんまよくわかんないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、イラストいいですね。なんか無課金キャラのイラストって全部、うん、かっこいいなって感じのイラスト多いんですけど、とりあえずね、明日実装だとは思うんで、はい。まあ、こちらの使ってみた動画も、明日速攻ね、出そうと思ってます。さあ、ということで、GT 強化がね、始まりそうということで、まあ、GT の代表キャラクター、ゴジフを使って、レートやっていこうと思います。一応、本日、レート最終日となってるんで、で、石2倍だったかな、今回の報酬。なんで、まあ、1万以内とか、まあ、6000以内だっけ石、普段1000個もらえる順位って。とか、とか、なんで、まあ、はい、頑張りましょう。まあ、ビースト、まあ、ビーストは、あれか、Z パー2倍がもうする、もうそろそろ終わるんだっけ確か。なんでまあ、フェスティバルに向けて、石貯めたりね、絶対した方がいいんで、レートはね、悔いなくやりましょう。ということで、相手は、まあ、テンプレ根血みたいな感じやね。もうこの3体ばっかですね。ただ、緑がね、ぶっ刺さってるんで、よしよし、行きましょう。もう初手ね、ビーストと噛み合ってコンボ取られてしまうとね、どうしようもないんで、このミラーとかだと。結構この強い緑、硬い緑が入れれるっていう点では、ゴジフォーね、優秀ですね。ということで、異物混入。劇場根血、インゴジータ4でやっていこうと思います。あと、ま、ちょこちょこ復活ご飯とかも見るしね。そこも刺さる。うん、そっか、お前。外してくる。お前ね。いきなりリスキーなことしてくるね。さあさあ、殴っていきましょう。泥足2段階。おぉ、圧吐きめっちゃ入れてくるけどね。泥足2段階なんで、あんま関係ないんだけど、なんか。ま、いいや、最速ないんで、そのまま繋げようか。いや、全部速かーい。相手これ。だよね。いやー、キャラチェンさすがにしてくるか。まあ、特殊切っちゃうか。まあ、見えたらライン打ちましょう。オッケー。打ちましょう。必殺で。なんか何も考えてなさそう。最悪です。相変わらずゴミゲーだな、このゲームは。回復回避でいい。 OK、 ここ外しましょうか。 OK、 151。待って、そうだよね、今外して打つべきだったね。リスクありましたね。ただメッキまだ残してるんで。早すぎだろ、お前。早すぎではないけどさ、お前読んでんだから読ませるよ、さすがに。もうさ、良くないこのゲーム、マジ。ライオミゲー、ライオミゲーには程があるでしょ、マジで。さすがに。これ文句言ってもいいでしょ。おかしいだろ、普通に。いや、メイン切らんこい、ここ。よし、ここ外しましょう。オッケー。殺すわ、このガキ。こいつ面切ってないのか。殴りまくるわ。ちょ、ずるい、お前。これもらうわ。避ける方がよくない。お前速ばっかか、本当につまんねえな。待って、ラグい、ラグい、ラグい。もう外そうとしたのに。いや、間に戻らんしさ。だる、お前マジでさ。
ラグとライオミゲーですか、このゲーム。さっさと諦めるんだな。耐える。ラグオブザライオミゲーだな。釣れる。いやマジさ、踏ん張りなくなってないのクソずるすぎだろこいつ。はい、確定反撃外していい、うん、全部出してくるこいつで、特化は向こう。 OK、 絶対回復回避でいいでしょこれ。 OK、 さあ特化は向こうで殴っていきましょう。99スーパーライオンにゲーされてるわ。いきましょう、バニ回復。91、バニ回復知らずに突っ込んでこんこいつ。またいやライ打ちたくねえなこいつには。打っていいかも、バカだ。いや、撃つか、さすがに。落とせんよな、これ。ただ、アート補充入る。あ、落とせた、強っ。すが。回避見て、一つでいいよ。絶対速なんだよな、こいつ、全部。はいはいはい。クソ、噛み合い、キャラゲー、運ゲーマンにも、ライオン見されても勝てると。さあ、行きましょう。もう読むなよ、マジでお前。いいよ、ほんとに。2回読みは、もうゴミゲーだな、ほんとに。ガチで。はい、見て通常でいい。さあ、珍しいパーティー来ました。かまちゃん、貫突いるのか。いや、嬉しいな。確かに、常時踏ん張り貫通持ってるんで、ビースト一応ね、メタレルっていうのはあるんですけど、いや、どうなんだ、地味に刺さってんのか。ユニフラ来たらマジでこのビースト環境にかなり刺さると思うんですけどね、カマちゃん。うん、今しかないと思うんだけどな、ユニフラ出すタイミング。うお前やべえやつか、いきなり。いきなりカマの後突きぶっぱて。やばすぎだろ。いや、引けるか微妙いな。危険か。お前やべえやつだな。絶対突っ込んでくる。いや、押してそうだな、あつ。特殊使うか。回避見て必殺でいいや。マジで？ボットじゃないよね。ボットみたいな動きするな、こいつ。ボットじゃないと思うけどな。ボットじゃないな。対策ないんで撃って。これ即してきたらやばいよ、お前。あ、いやいや、やばいよ、お前。さあ、行きましょう。ボットじゃないね。抑えるの安定だろ、そこは。中距離来るんで避けよう。なんなんなん。普通にあんま持ちに射撃撃ってくるのか。んー待って、待機忘れたわ、相手がやばすぎて。139。いやー、究極で飛ばせんな。139だったんで、こう繋げましょう。いいね、5時4パイセン。カマ来い。いやー、カマ出してきそうだけどな。あー、引けんか、そもそも。うわー、怖い。え、何お前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 、頭大丈夫かお前。大丈夫ですか、俺が言いたいわ。お前の頭大丈夫ですか。うん、頭大丈夫ですか。よーし、さっぽー。よー
し。てか、新ガシャ来ないのか、今週。なんか来ると思ったんですけどね。いやー、ゴリゴリだな。あ、でもこれ復活いるし、ゴジフォー刺さってるんじゃないですか？頑張ってもらいましょう。か。おー、いいじゃん。まあ、通ってなくはないね。こい、いやー、赤6してんのか、ちょっと火力不足かもしれんな。メインキラーの落とせんな、ライジングで。パパ、臭いさ、待機稼ぎます、とりあえず。待機というか。5カウント稼がんとね。これちょっと帰るわ、さすがに。釣りたい。入れ込むか。突っ込んでこないでしょ。通常でいいや。うん。特殊。うん、相手もメイン来てくれね。オッケーオッケー。こいつ削っときたいな。おっと、マジか。それ取らせてくんのありがたい。行きましょう。え、何お前何してんの。あー、気力減んのか。得なの。え、お前やばいか、もしかして。やばいやつだ、お前。まあ、そうか。パーティーめっちゃ強かったもんな。マジでお前復活即圧だけど、ゴジフォー鬼だからクソ腹立つな。よし、メッキで無理やり受けて、最悪、ちょっとパンで待機稼げばよかった。やらかしたー、やらかしたな。これなんか突っ込んできそう、こいつ。あの、ライかぶせてもいいか。いやー、打ちたく、いや、打っていい、打っていいか、打っていいわ。こいつにライ打とう。で、突っ込んでくる、見といて。はい、オッケー。オッケーオッケーオッケー。こいつ割れるのクソでかい。これでゴジフォーメイン切った後の一貫性クソできたんで、で絶対遊ぼえてない。怖いな、こいつ何してんの。いや、U字引っかかる。いいんか、お前。行きましょう。さあ、これで弾ゲットで、しかも復活させるんで、両ダメめっちゃ上がりますよ。入れ込んでたよね、この人。タックル。よしよしよし、この音ね。気持ち。オッケー、ライジングかぶせます。これがゴジフォーの強みよ。今でも強いってやばいね。オッケー。あと覚えてないよね。がむしゃら押ししてこんよね。なんかしてきそうな気もしてきたんだよな、こいつ。ちょっと、いや、さすがにできない。がむしゃら押ししない。よしよしよし、トークいきます。ダメ。オッケーオッケー、有利なんでいいですよ、全然。まあ、それ言ってええけどね。言ってええけど、もらっておいて。腹パン打撃行って。ああ、まだメイン切ってなかった、お前。それやられた。ただ、これで、相手は踏ん張り切った状態のビーストなんでね、こっちの方がかなり分がいいですよ。ようやく見えんか。あ、さっきした。うん、究極でいいや、これは。いやー、これ究極押してくるかな。オッケー、これ究極押してこい、押してこい、押してこい、押してこい。うーん、押さんか。まあまあまあ、で腹パン打撃でいいや。お前はよ、腹パン出んかったわ。オッケー。はい、ざま。これゴジフォーバカ活躍したね。これ以上やっても無駄。はあ。
パンの麺切ってなかったのマジで焦ったけど。ということで終わります。GT 強化すごい楽しみですね。